ダメだな。今日は集中できないみたい。外しちゃった。ごめん。あのね、ミカト。正直に言ってほしいんだけど、私とヤンダムってどうかな。ああ、やっぱり言わなくていい。言わないで。聞いたの？本当に？みんなが言ってるの？褒められてる？嬉しいな。って何言わせるの、ミカトったら。だけど私練習はまた今度にしましょう。今日は私なんだか集中できないよ。ごめんね。何度も言わすなよ。俺は別にお前についてきてるわけじゃない。山頂の湖に釣りに行くついでさ、あくまでもついでだっての。でも釣りの道具持ってないじゃない。もう、ああ、そう、それはそのあれだ、釣りじゃなくて狩りに行くからだ。
狩りの道具も持ってないけど。ナコルル、甘く見るなよ。こう見えても俺は素手で熊を倒すことができるのだ。熊殺しの異名を持ってるんだぜ。ダメよ、熊だって自然に生きる生き物なのよ。むやみに殺したりしたらいけないわ。相変わらず冗談の通じないやつだな。え、何か言った？なあ、別に。ナコルル、気をつけろ。え、何が？手出せ。俺の手を握れ。一体何を？かすかだけど、嫌な揺れを感じる。最近この辺りは、夜になると雨が降ってたんだ。地盤が緩んでやがる。何この音。チェ、やっぱり来やがった。落石だ。あっぶねえ。怪我ないか？ええ、私は平気。あなたも大丈夫？ランタム？どうしたの？ねえ、怪我でもしたの？ヤンタム、ナコルル柔らかいな。離れて。なんだよ、気持ちよかったのに。早く起きて、もうお願いよ。チェ、俺のたくましい胸に抱かれて幸せだったろ。ちなみに俺は幸せ。もう悪い悪い、先行こうぜ。ヤンタム？あ？もしかして落石の心配をして、だからついてきてくれたの？まあさあな。俺はナコルルと山を歩きたかったからついてきただけだぜ。ありがとう。ま、なんか言ったか？ううん、なんでもないわ。山頂を目指しましょう。あ、へえ、綺麗な湖だな。俺ここへ来たの初めてかもしれない。途中までは何度も来たけど。巫女以外ほとんど足を踏み入れない場所だから、カムイコタンの人ではヤンタムが初めてだよ。禁足地なのか？ううん、そうじゃないけど、あまり用のない場所なの、巫女以外は。
合引きするにはもってこいの場所かもね。カムイに怒られるよ。相手がナコルルならいいかな。もう変な冗談はやめて。本気ならいいか。それは、うん、それもダメよ。神聖な場所だから。そっか。おい、サクッと儀式を済ました方がいいぜ。日が暮れてから山道を降りるのはやばい。うん、沐浴をして身を清め、カムイに祈りを捧げるという儀式だから、あまり時間はかからないわ。おう、待ってるよ。アルラシチカムコラマトマシチカンテチセンヌミュラアルラシチカムカルマシュガリカンテリセンヌミュラリカンテ。お待たせ、終わったわ。俺後ろ向いてるから早く着替えろよ。え？あ、見た？くっきりはっきり透けて見えた。ああ、いや、嘘。見えてません、見てません。着替えるから、後ろ向いててね。ああ。着替え終わったか？うん。その…ごめんね、ミコなら。その見えたぐらいで動揺しちゃいけないのに。バカ、普通の女の子なら恥ずかしがって当然さ。普通の女の子？ああ。ん？どうした？俺なんか変なこと言ったか？確かに綺麗だ。今度はさ、巫女の行なんかじゃなくて遊びに来ようぜ、ここへ。うん。それじゃ、山を降りよう。さっきも言っただろ、気にするなって。嬉しかった。こっちこそ、いいもん見せてもらったって感じだったしな。いや、美しかった。え？美しいって？なんかいないさ。俺はマジだぜ、いつもな。もう、知りません。
おい、ナコルル、冗談だってば。おい、待ってくれよ。間違えちゃった。いつもなら間違えないのに。おい、マナリー。あ、なんだよマナリー、迎えに来てくれたのか。ご苦労ご苦労。違うよ、たまたま通りかかっただけ。二人はどこかへ出かけてたの？ええ、そうなの。ミコのお勤め。崖が危ないからってヤントムがついてきてくれて。そうなんだ。楽しそうだね。私も行きたかったの。バーカ、遊びじゃないんだぜ。それにさ、お前がついてきたら危なっかしくてしょうがない場所ばっかりだ。大丈夫だよ、私だってついていけるよ。ありがとう、優しいのね、マナリは。あ、うん。なんだよ、元気ねえな。どうした？悪いもんでも拾って食べたのか？そんなことしないよ、ヤンタムじゃないもん。落としたもんでも3つ数えるうちに拾って食べれば平気なんだぞって。違うだろう、俺だって拾い食いはしねえよ。えい、お前のようなやつはくすぐりの刑だ。ああ、やめてよ。このお願いやめて。本当に仲がいいのね、マナリとヤンタム。違うってば、ナコルル。どう見てもいじめられてるでしょ。ねえ、どうだ、思い知ったか。ああ、もう笑いすぎてお腹痛い。もうヤンタムのバカ。悪い悪い。だけど元気になったじゃん。これも俺様のおかげだな。そんなわけないよ、このねえ。じゃあ俺帰るわ、お疲れ。逃げないでよ、待て。朝ごはんできてるわよ。謝らなくていいよ、疲れてるのね、きっと。Thank you.
事、従者の仕事しなくていいわ。え、味方を誰がクビにしたの？あ、ごめんね、そういう意味ではないの。今日は味方は従者の仕事を休んでいいわってことよ。たまには息抜きしなきゃ、ずっとお仕事じゃ疲れちゃうでしょ。今日はお休み。